では前回のあらすじ、行方不明の町。このところヘリオードの住民がいなくなるという事件が頻発している。町での労働が辛くて失踪しているだけではという話もあるが、それにしてもその数は多く、ただそれだけとも考えにくい状況だ。ノール港から来たティグルさんもその一人、妻のキラスさんは、ギルド、これなんだっけ、ブレイブベスペリアか、にその捜査を依頼した。早速彼らは調査のためになんと色仕掛けを画策しているという、そう、色仕掛けやりましたね。それから、素敵なドレスの作り方。今日は素敵なドレスの作り方のご紹介だ。帝都ならドレス屋で買ったり、貴族の皆さんならばスタイリストに頼んだりと比較的自由が利くけれど、辺境の街ではそういうわけにもいかない。そんな時、柔らかい尻尾、小型調の羽毛、バジリスクの鱗の3品目を合成すれば、女性用高級ドレスに早変わり、色仕掛けを画策するブレイブ・ベスペリアにはぜひお試しに素敵なドレスを作っていただきたい。可愛かったよね。前回エステル。では、新興都市の実態。ヘリオードの騎士施設から救い出されたリタ氏の口から、この町で行われている強制労働の実態が明らかになった。ブレイブ・ベスペリアは依頼を受けているティグルさんの行方不明にも関連するのではと見て、労働者キャンプをマークしている。怪しいブラスティアが運び込まれたのを目撃しているリタ氏は、キャンプの調査を強く主張している。はい。それから、暴虐からの解放。かねてから強制労働が噂されていたヘリオードの労働者キャンプにフレン隊長が入り人々を解放した。強制労働を支持していた騎士団隊長のキュモール氏は町の執政官代理を解任される見通し。市には違法な武器収集の嫌疑もかけられている。なお、ブレイブ・ベスペリアが逃走したキュモール氏を追跡中の模様。はい、ということで長かったんですけれども、今回やっていきましょう。じゃあ、この先に行こうかな。イエガーの喋り方。イエガーと呼ばれていた人、とても個性的な喋り方をされていましたね。あれは個性的じゃなくてイカれてるっていうのよ。下についてる女の子は可愛かったな。何言ってるかもよく分かんなかったよ。今は伝わってない失われた言葉。え、そうなんです。だったりすると歴史ロマンを感じられるかも。あんたああ、リタには隠し事してていいのかな。なんかめっちゃ怒りそうだけどな。分かった瞬間。なんで黙ってたのよみたいな。あいつ竜使いなのみたいな。あ、でも、ジュニーの目的が分かれば理解してくれる感じはするよね、リタはね。話分かりそうな子が、感じがするから。話分かる子だと思う。ほい。あっ、かわいい。ついハイタッチが。前はあれだよね、人差し指をピッてユーリの手のひらに当ててただけだったもんね。ついにハイタッチができるようになりましたね。かわいい。こっち方向かな。あ、橋があるので、こちらですかね。うおっと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 。え、これもしかして島をぐるっと一周してきたんじゃ。あ、そっか、そうだよね。これから船に乗るんだもんね。鳥向こう行って。よいしょよいしょよいしょ。よいしょよいしょ。楽勝だぜ。よし。あ、ちょ、なんかフレンの考えて出たんだけど、スキッと。見当たりません。結局、逃がしちゃったみたいね。うん。ここは、どのあたりなんだろう。トルビキアの中央部の森ね。鳥向こうはここから東になると思うわ。うん、ヘリオードに戻るより、このまま港行った方が良さそうだな。うんうん。キュモールはどうするんです？放っておくんですか？フェローに会うというのが、あなたの旅の目的だと思っていたけど。それは、あなたのダダっ子に付き合うギルドだったかしら？ブレイブ・ベスペリアは。あ、ごめんなさい、私そんなつもりじゃ。まあ、落ち着けってこった。うん、それにフレンが来たろ。あいつに任せときゃ間違いないさ。やるべきことをやりましょう。目の前のちょっと、フェロって何？ブレイブ・ベスペリア？あ、説明して。あ、そうか、リタはわかんないんだよね。説明欲しいわ。おっさん、ちょっと何よ、あんた。なんだよ、天才魔導士少女。もう忘れちゃったの？レイブン様だよ。何よ、あんた。だから、レイブン様。本当に怖いか緊張だよ。んで、何してんだよ。あれ、バルボスのアジトではぐれて以降会ってなかったよね、レイブンも。お前さんたちが元気すぎるから、おっさんこんなとこまで来る羽目になっちまったのよ。どういうこと？ま、鳥向こうの宿にでも行ってとりあえず落ち着こうや、うん、そこでちゃんと話すからさ。はい、腹減っていつまでもここにいてもしゃあねえしな、うん、とりあえず鳥向こうへってのは俺も賛成だ。はい、では鳥向こうかしら。それでいいわね。もう目の前に見えてましたね、鳥向こう。はい、構いません。ごめんなさい、わがまま言って。うん、じゃ行くか。よいしょ。よし、レイブンがパーティーに加わりました。空腹は最高の調味料。お腹減った。おっさんも限界。そんな食べてなかった。そんな時間か。エステルたちは平気みたいだぞ。うん、今のエステルお腹減ってるんじゃないの。かわいい。まだ我慢です。最近ちょっときついからダイエットしてんのか。うん、今度はリタッチの方から。ジュディまで我慢大会でもしてんのか。そうね、ダイエットはある意味我慢大会ね。ダイエット必要ないっしょ。特にリタッチはそれ以上薄くないのか私はこの本読み終わるまでいらないだけかわいい。あんぎゃんあー、なんかフレンのスキット読めなかったな。なんか動いちゃうとスキットポンって出てきて、それ読み逃しちゃうっていうね。さて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 。じゃあここですわ。少し前にも来たのに、なんかちょっと懐かしいね。うん。考えにふけってないで宿に行こうぜ。腹減った。腹減った。わかったわかった。ちょっとね、お買い物したいな私。お久しぶりですここの人も。デズエル大陸のノードポリカを治めるのはバレストラーレってギルドだ。闘技場の運営が主な仕事だ。闘技場。ほうほう。買い物どこだったっけ。あそこの人か。よいしょ、グミを買いたい。よいしょ、グミミックスグミどうしよう。そろそろ買うときか。ミックスグミ HP と TP が最大の 30% 回復。 TP も回復するのありがたいもんね。じゃあちょっと10個になるように買っとこうか。オレンジグミも買って、パナシアボトルなぁ。いまいちなんか、まだ、買うべきかどうかわかんないものではあるなぁ。よし、はい。野生の目覚め？お、ラピード？あ、違う。本当に死じゃ。お腹？グミ食っていい？ダメ。グミは回復アイテムだからな。ワンコが獲物を狙う目になってない。空腹で野生の本能に目覚めたんじゃないのこっちの二人も野生に目覚めそうよダイエットって苦行なんだな。ユーリやったことなさそう。もう単なる断食だよ。なんで僕たちまで。隣で美味しそうな香りがしたら食べたくなるでしょ。私たちだってお腹が減ってるんですもの。じゃあ、休みますか。ちゃんとご飯を食べないとあかんで。さて、300ゴールド、はい。なるほどな。ユニオンとしては、帝国の姫様がブラブラしてるのを知りながらほっとけないってわけか。うん。ドンはもうご存知なんですね。私が次の皇帝候補であるってこと。そうそう。なもんで、ドンにエステルを見ておけって言われたんさ。お、じゃあ味方になるか正式に。あんま気分良くなくない？そんなものです？あれ？僕だけ？まあともかく追っかけてきたらいきなり厄介ごとに首突っ込んでるし、おっさんついてくの大変だったわよ。でもどうしてエステルを？帝国とユニオンの関係を考えたら当然のことかもね。え、もう手を取り合うってこと決まったんだよね。やってるとこだからな。動きを追っておきたいのさ。あ、でも腹の探り合いか。であんたらはフェローってのを追ってコゴール砂漠に行こうとしてると。はい。砂漠がどういうとこか分かってる？暑くて乾いてて砂ばっかのところでしょ。簡単に言うわね。そう簡単じゃないわよ。とりあえず近くまで皆さんと一緒に行こうと思って。それからいろいろ回ってみてフェローの行方を聞こうかと。突っ込みたいことはたくさんあるけど、お城に帰りたくなくなったってことじゃないんだよね。それはおっさんとしては城に戻ってくれた方が楽だけどな。ごめんなさい、私知りたいんです、フェローの言葉の真意を。デゼール大陸ってんなら好都合っちゃ好都合なんだけども。どうしてかしら？どんなお使いでノードポリカへ行かなきゃなんないのよ。そういうこと。ベリウスに手紙を持ってけって。ベリウス、うわ、大物だね。ノードポリカを治める闘技場のボスの方でしたよね。確かに。ちょっとお待ちください。はい、すいません、お待たせしました。正確にはドーチェって言うんだけどね。ドーチェ、へえ、棟梁って書いてドーチェって言うんだ。その手紙の内容知っているのかしら？ダングレストを襲った魔物に関することだな。お前さんたちの追ってるフェローってやつ、ベリウスならあの魔物のこと知ってるってことだ。こりゃ俺たちもベリウスってのに合う価値が出てきたな。ですね。つうわけでおっさんも一緒に連れてってね。オッケーオッケー。でも一緒にいる間はちゃんとブレイブベスペリアの掟は守ってもらうよ。了解了解。軽いな。そっちのギルドに入るわけじゃないからそこんとこもよろしくな。そっかそっか、レイブンさんはそうだよね。ドンの方入ってるからな。どうしてブレイブベスペリアに入らないのです？同時に2つ以上のギルドに所属することは禁止されてるんだ。レイブンだって一応アルトスクの人間だしね。アルトスク一応ってなんだよ。話は終わり。じゃあ私そろそろ休むわ。リタは入らないのかな、リタはどうするんでしょう。さあな、明日の出発まで自由行動かしら。そうだね。明日になったら港に行ってみよう。よし、レイブンは監視するおっさんの情報を得ました。どうなんだろう。軽いな。よしよし。さあ、これでね、あとフレンが入ればね、なんかもう、ベスペリアメンバーなんですけれどもね。バルボスだっけ、あいつの塔でね、一回全員集まりましたけれども、なかなか全員集合にはならないですね。どうしたボス。その呼び方、なんだかなんだよね。ボスはボスだろう。じゃあ、なんて呼ぶ？なんてって、今まで通りでいいよ。なんか実感ないんだ、それ。一人にそんな風に呼ばれるのもくすぐったいし。じゃあカロル先生でいいのかな。少しずつ慣れてくんじゃねえの。そんなもんかな。さあな、ギルドのことは俺よりもお前の方が詳しいだろ。そうだね。ボスってさ、ギルドの真ん中でちゃんと立ってなきゃいけない。僕そんな風に立派にできるかな。まあ初めっからボスらしく振る舞えっていうのは無理だ。誰も無理だ。とりあえずギルドとして仕事を一つこなすのが先だろ。そうだね。ひとまずエステルをちゃんとフェローに合わせて。で、会えるかな。会えるように図るのが俺たちギルドの仕事だよ。会えなきゃ報酬はもらえないし信頼も得られない。ただそんだけの話だ。最初からハードル高い仕事を選んじゃったんじゃない？その方が手応えがあるだろう。得るものもその分大きい。頑張ろうぜ。カロロは純粋だよな。僕がボス。実際喜んでんじゃねえか。ライフボトルか。今いっぱいなんだよな。じゃあ一人ずつに話聞いていこうかな。じゃあ反対の部屋に誰かいんのかな。女子かな。リタ。あんた、本当にエステルをフェローとか言うのに合わせるつもり？まあな。あの子、そいつに毒って言われたんだっけ？ああ。そんなこと言われたら気にするなっていうのが無理かもだけど、だからって帝位継承のゴタゴタから目を背けてもあの子のためになんないでしょ。心配なんだな。何言ってんの。事実でしょ。まあな。だったら城に返すべきってか。私はそう思う。あいつが決めたんだ。本当にどうすべきかはあいつが見つけ出すしかねえ。フェローってのと戦いになるかもしれないんでしょ。まあ、なるだろうな。見つけるも何もないじゃない。死なせやしない。そのために俺らがついてくんだろ。もういいわ。うん。まあでもリタの気持ちもすごいわかるよ。それでこそ友達だもんな。心配してくれてるのありがたいよね。よいしょ。まあでもエステルがこうしたいって言ってるんだったら、マサイに従うしかないよね、今のところは。あたちみたいなタイプなのよ。ひえへへへ。え、残りのメンバー外にいんのかな。うん、ラピード。彼だけが知っている。何度でも言うよ。とか言っときながら、早々にキモールに逃げられちまうなんて情けねえよな。まったくフレンのやつに顔向けってできねえ。分かってるよ。キモールよりギルドの仕事だろ。ああ、さすがにいつまでもほっとけないだろうけどな。ああいうやつは何度でも同じことを繰り返す。なんとかしなけりゃ帝国から離れてギルド作った意味ねえよな。キモールも殺しそうじゃないこれ、有利。外道にはいつか天罰が下る。どういう形であれな。有利のことは外道だとは思いたくないけどさ、でもやってしまったことはひどいことなわけですよね。たとえ相手がどんな人物であろうと。だから、それ有利にも言えんじゃないかなってちょっと思っちゃった。いや、なんかさ、ラピードの周りはさ、なんかちょっと弱気な有利が見たいな。ラピードだけが知ってるじゃないですか。ことの顛末を。ね、有利が何をしたかっていうのを。だから、ラピードの前でも強がる必要ないのになーってちょっと思ったりするけどね。合成なんか増えてるかな。あ、なんかめっちゃ上がるやつある。あ、ブルードラゴン。ほー。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。合成合成。ブルードラゴンは持ってるんだよね。コンボプラスコンビネーション。ちょっと待って。スキルちょっと見よう。なんか強いやつ作れるわ。あ、コンビネーションが重複してる。コンボプラスがまだ覚えてないけど、でもプラス1にも確かありましたよね。ちょっと待ってよ。じゃあ、これ作るか。うん、あるもんね。あと、ステップコンボっていうのが1個増えるのか。はい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 。よし。装備。あれ、もう装備してるかな。お、装備してる。よかったよかった。はいはい。みんなはユーリがやったことに関してはどう思うんだろう。私が考えてることがあまちゃんかもしれないけど、でもなんかなぁ。いや、ちょっと迷うわ。なんかずーっとね、そのことがぐるぐるしてる。で、ましてや動かしてるのが私だからさ、ユーリを。ファインベレット、うん、7か。ユーリグッチもよく殺してくれたってはなんか思えなかったんだよなぁ、私。よいしょ。難しいよね、ほんと。カウフマンいないのか。なんか最初の方にあったっきりやな、カウフマン。さあ、あとは、あ、エステルとおっさん。エステル最後にしようかな。おっさんどこよ。どっか店の中にいるのかな。ガラスの内側に紙が貼ってある。ああ、そっかそっか。ててててててて。ようなら俺が聞く。おっさん来てませんか。ほうほう。いないねえ。よし。鍵がかかってる。ここもそのうち食うのかな。トリム救護員救持員。おっさんがいないんだけど。パレストラーレ。もうギルド名も覚えらんないよね。東大森の家。ここは倉庫か。厳重に見張り中だ。おっさんどこいないんですが。これ今話的にはどこまで行ってるんですかね。もう半分は行った？どうなんだ？半分も行ってないのかな。あ、いた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 、おっさん見つけた。やれやれ、おっさんと一緒に旅することになるとはね。うん。何？嫌なわけ？少なくとも好んではないな。何よ、悲しいこと言うわね。一緒に悪に立ち向かった仲じゃない。あれは雪係長だからな。ノール校でやったこと忘れてねえぞ。まだその話覚えてる。しつこい男は嫌われるわよ。あれラゴーの屋敷の話か。恨み節を言うつもりはない。ただ一緒に旅するのを遠慮したくなるには十分すぎるぜ。そう？大丈夫大丈夫。おとなしくしてるって。え、全然この人好きなんだけどな。ガスファロストでもお行儀よくしてたでしょ。ガスファロスト。だと助かるんだけどな。おっさんが若人たちにどこまでついていけるかは不安だけどさ。エステルが城へ戻るまでついていくつもりか。そりゃあドンから命令受けたジョーちゃんの監視ってそういうことだからね。そりゃまあ難儀な仕事だな。どこかで騎士団に引き渡すってのもあっか。またろくでもないことを考えてる目してるぜ、おっさん。いや、そんなんじゃないわよ。あ、しばらく一緒ってことで残念だけどよろしくな、おっさん。おっさん、残念ってどういうことよ。まあいいけど。俺さん先に宿屋に帰るわ。はいはい。目つきキリッとしたらバン先生みたいな感じになりそうだよね。なんか見た目ちょっと似てるような気がする。目とか全然違うけど。おっさん結婚とかしてないのか。なんかそのうちなんか奥さんとかさ、娘とか出てきたら面白くない？エステル。ダメですね、私。目の前に何かあるとついそっちに目がいっちゃって、本当に自分のしようとしてたことを見失ってしまうんです。そうだな。ジュディスに言われて気づきました。私、今までそうやってユーリたちを振り回してきてたんですね。でもなんかそんな、なんやこのわがまま娘って思うぐらいまでわがままって思ったことないけどね、エステルのこと。それでも今はまだマシだぜ。もしお前が皇帝になったらその一言で国一つが振り回されちまうんだから。まあそれは大事だよね。そうですね。なんだかユーリたちと一緒に来て正解だった気がします。そうか。こうやって新しいことが見えたから、私が皇帝になるかどうかはまだわからないけど、まだまだ知らなければならないことがこの世界にはたくさんあるんですよね。フェローを追いかけるのもその一つか。怖くもありますけど、でも自分が何者なのか、彼の言ってた世界の毒が何なのか知らなければならないと思うんです、そうだな。いい覚悟だ、ユーリ。私こんな風だからまたわがまま言って振り回してしまうかもしれません。その時は叱ってください。ええ子やん。そうだな。その性格簡単には治らなそうだし、まもう一人手厳しいのがいるから嫌われ役はそっちに回すかね。それじゃあ私先に宿屋に戻ってますね。そんなエステル気にするほどわがままかな。全然いいと思うんだけど、まあでもね、国を背負う立場になった時に今のままだと確かに改善の余地ありかなと思ったりも。でもそこまでひどいとは思わなかったけどな。気にしなくていいと思うけど、ほっとけない病って言われてるぐらいだから、優しいんでしょ、エステル。まあ、でも何事にもさ、目の前の問題に向き合ってるのはすごい好印象ですけどね、エステル。好きやで、普通に。いい子だと思うよ。そんなわがままかな。でもさ、かといってさ、なんか、ユーリの行く方向に何でも、あ、はい、ついていきます、はい、そうします、はい、そうしますっていうのもなんか気持ち悪くない？なんかちゃんと自分を持ってていいと思うけどね。まあでも気をつけるって言ってるんだったらさらに素敵な性格になるでしょう、エステルは。普通に好きやで、エステルは。あ、寝てない?よりの部屋は隣ですよね。さすが男と女は部屋分けてんのか。あ、おっさんもいたな、何気に。部屋の前に。よいしょ。家遊びに買い出すんだ。おっさんも連れてってよ。じゃあ、寝ますか。うふふ。あれお休みイベントにならない。あれお休みイベントにならない。ん?お題はすでにいただいてます。ちょっとセーブしちゃおうか。あ、ごめんなさい。あ、最近出なかったんだっけ、あんなくしゃみ。魔物はどっかに行ってしまいおったわい。あ、そっか、ジュリスに会ってない。そうだ、もう一人いたわ。やばいやばい。あれ、彼女も外かな。今回ちょっとジュディスの話聞いたところで終わりかな。いや、一パートが短い。本当にもう40分ぐらい動画撮りたいもん、一パート。ジュディスどこよ。あ、いた。あら、もしかしてあのキューモールっていう人探しに行くの？うん。単なる散歩だよ。ジュディこそどこ行ってたんだ？私も単なる散歩。さっきエステルに言ったこと気にしてるんじゃないだろうな。さっき言ったこと？ほら、エステルにちょっときついこと言って。ああ、あれは悪かったわ。あなたのお株奪っちゃって。お株？別に何も奪われた覚えはないが。あなたもあの子に私と同じこと言おうとしてたでしょ。なんだ、気づいてたのか。謝られるほどのことじゃねえよ。そう。エステルにきつく言ったことを気にしてキュモール探しに行ってたんじゃないのか。違うわ。疑ってるの？見た目以上に人に気を使ってそうだしな。そうでもないわよ。まあいいんだけどな。あなたこそ探しに行かないの？だから言ったろ、俺のは単なる散歩だって。さあ、真偽はどうなんでしょう。何しに言ってたんだろうな。気を使ってるように見えるのかしら。やっぱり年上なのかな。なんか周りが見えてる感はあるよな。だって、じゃあ、これで全員に話しかけたと思うから、休むぜ。え、まだ休めない？あれ？うふふふふふ。あれ？お休みイベントにならないんだけど。あれ、まだいたっけ仲間。ちょっと待って、ちょっと待って。全員話したよね。え？アイスキャンディーのまずさったら何をマグロソーダ味ってマグロの切り身をソーダアイスで包んだだけじゃない。あれ、売り物にするセンスに脱帽だわ。ひえやばいな。あれ？あといた？あ、お休みになりますか？はい、休む。はい、おやすみなさーい。じゃあ行くか。うん。リタはどうするんです？あの子にはあの子のやることがある。そういうことだな。うん。で、港から船だっけ？あ、来てくれる？え、それってお前もついてくんのか？ええ。なんか用事があったんじゃないの？エアルクレーネの調査ですよね。騎士団長から依頼された警部モックの方はすでに調査報告済み。さすが。あのエアルクレーネはどの道旅して調べるつもりだったから。つまり調査のために私たちを利用するってことかしら。まあね、ヘリオードの時みたいに調査中ひどい目に遭わないとも限らないわけだし、一人よりもあんたたちと一緒の方がとりあえず安心よね。相変わらずいい性格してるぜ。あ、スキーリータ。また一緒に旅できるんですね。で、このアイコンの中で一番リタが好きだな。そう、私は別になんかまっすぐだし、ね、考えてることはっきり言うし、で優しいし、それより好き。港に行くんじゃなかったの？まったく和光堂は元気よの。うん。ふざけてんの。ふざけてんの。逆切れよ。じゃ港に行きますか。うん。みんなと合流しました。まあ、ユーリも好きだけど、正直ユーリよりもリタがいいな。好きはユーリも好きよ。なんか食べさせて。お腹すいた。え、まだ食べてなかったの？騒ぐともっとお腹が減るわよ。でも、衣食足りて礼節を知るです。どういう意味？腹減ってるから振る舞いが乱暴になるってさ。鉄拳制裁予告だろ？意味少し違うんじゃない？それよりユーリとリタッチは腹減ってても平然としてるわね。慣れてるから。あ、そう。ラピードの背中にハンバーグ。あれは陰謀よ。誘惑に負けてはダメ。なんだこれ。ユーリ、ユーリ、カバンの底から緑のつぶつぶ野菜パンが出てきたよ。食べていいよね。かびてるじゃん。ガル、それやめとけ。おい、そろそろマジでやばいから飯にしようぜ。なんでみんなそこまで我慢するかな、本当。夜は食べない主義なんでしょうか。じゃあちょっと今回はここで終わりにしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。